はい、大江戸総参謀です。ということで、あれか、後ろに向いちゃったけど、そうだね。買いましたし。買いましたし、やんないと。僕は何もまだ買ってないけど、今日ジュースしか買ってないのよ、まだ。もうさ、生放送でもおなじみだけどさ、あこれだね、もうこの袋越しに見せるスタイル。まあ、いつもの。そう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 。いつもやつを。あの、新羅のこういうね、ひとまとめ300円で、10パック買って3000円分買ったので、多分5パック5パックでこう2記事ぐらいになるかなと。なるほど。こんな感じだね。どうしよう。カードを集めるとキリがないぜっていうことだよ。そう。まあそんなわけで、三沢経由するか。ただまだ4時半まあ弱だから、で終わりがまあ8時20分に新青森だからまだ結構あるんだよ。多分戻りつつまあいろいろ要領はするんじゃない。そうだよね、うん、三沢ちょっとだけ道それるような気もするけど、うん、多分間に合うと思うんだよね。うん、まあ7時前ぐらいにいつものようなよろずやだりうろついてればちょうどいいぐらいなんじゃないの。多分問題ないと思うんだよ。今から三沢行ってもさ、一般中国4000年の伝統。これだと5時18分に三沢に着くことになってるけど、なるほど、縮むだろうしね。ということでね、まだ長い戦いが始まるよっつって、こっから三沢まではつまり40分ぐらいかな。まあ、この店の感想としては、うん、ライダーの食玩安かったね。安いよね。うん、ライダーとセンターの食玩安かった。なぜかあの騒動のね、ハザードとかそういうのを150円で、パンダ未開封100円とかね。お、まあ、パンダとはいえ安い。まああいにく大体欲しいやつが持ってるやつだったから買ってないけど、あのだってグリスとは非常に安かったよ。150円ぐらいで。あ、グリスも150円か。うん、グリス、ローグ、スパークリング、ハザードの4つって言ってる。その辺のあれで男子集中してる感じだね。ああ、全部150。グリスはあれさ、ネットで買ってから1000ぐらいで買ってんだよ。ああ、なるほど。ここで買った方が早かったって。めっちゃ安いよね、こっち。ああ、あとまあ、うちにあるグリス、ちょっと角がさ、ああ折れかかってる。ああ、なるほど。ちょっと角の先端白くなってる。ああ。ビルドの食玩は安かったね。そうね。安くもねえけど、まあシールあんまない、あんまなくもないんだけど。ポルさん、この間の東京から帰った後に、ジオーとケイツのシール貼る記事投稿したけど、ああ、やつ、思ったより少なくないシール。まあね、なんかビルドに、まあ、多いは多いと思うけど、なんか減ってないかい、違うかな。ビルドよりは増えてると思う。ビルドのジーニアスよりは少ないけど。そういうことか。ビルドのちょっとジーニアスとかの感覚に慣れすぎてたか。あの顔とかにあるからさ。そうね、一応顔と胴体はアーマーに貼るから。うん、ビルドそこは貼ってないじゃん。あ、確かにね。ビルド色足りない場所補ってる感じだったけど、ジオもうそこ大事な色がシールだからね。あ、あとビルドでシール多い部分って足に集中してるんだよ。ジオはだからつま先とかさ、なんか嫌な部分が本当にシールなんだよ。そうだね。デザインの都合もあると思うんだけど、足のつま先シール曲線部分ね。ビルドの足もまあシール剥がれてきて嫌だけどね。あ、細いし、あれ、まあ次のライダーがそのジオ内の出たらそいつは買うかも。ボムもそうだね。逆に新ライダーとか増えない限りも買わなくていいかな。ライダー1200円だし。ああ、これ想像で全員分のアーマー出ますよとだったら、まあもうちょっとは。あ、でもどうせさ、そうなるとプレミアムバンド限定何人か出てくるもんね。どうだと思う。なんか全部普通に出そうじゃない。伝言アーマー出る。伝言アーマー、うん、なんかもうなんとなくだけど相当普通にアーマーは全然出しそうな気するんだよね。テレビに出たやつは絶対出ると思うけど。いや、テレビ出て
出ないという龍騎アーマーが出るかどうかだよ。あ、龍騎アーマーってもう出てなかった？ソードは？うん。あ、そう。確か。出てだったら出るかもしれない。なんか龍騎アーマーもう画像あった気するんだよね。ああ、調べてみる。多分モッチの画像は見たことあるけど。うん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 。龍騎アーマー。ソードも龍騎アーマーあった気したんだよな。出てないね。あ、ないのか。あ、ないね。あ、そっか。あ、ソードの龍騎アーマーなんか画像あるけど、これこれだよね、多分。そうだね。これどん人が作ったやつなんじゃねえの。あ、なるほど。あ、でも人が作ったやつじゃない、勝手に。あ、すごいね。あ、本物っぽいよね、このシールの貼ってる感じみたいな。おお。なるほど。龍騎って割と人気あるのに出ないんだね。なんだろうね。ああ、多分あの時期ので一番人気あるのは龍騎なんじゃね。うん。なんで出さないんだろう。古いからか。ああ、でも電王アーマーの次ぐらいに龍騎アーマー多分需要ありそうだけどね。おお。電王ファイズの次ぐらいに多分人気あるでしょ。だから龍騎なんてもう仮面ライダーは見てなかったっていう人でも知ってたりする。ああ、奇抜だったからね。ああ、龍騎アーマー、五星アーマーの、いやー急に出てくる、多分視聴器だもんね。五星倉庫歩いてたらなんかキャリンって音してる。あ、似てるもんな雰囲気。誰が、いや僕新た五星天使だった。あ、五星天使って設定消えてるわ、中央だから。そうだね、ただ人間フラフラしてる人だね。しかもさ、もう今の千葉雄大さんがさ、ああ、ああ、新たのキャラに合わなすぎるんだよね。ああ、だからどっちかっていうとこう、ちょっと なんていうの、こうズバッと勇気絵みたい な、 ああ、なんかそういうあれだからね。ああ、多分もう新た役やりたくないって言うと思う。ああ、もう新たからゴセイジャーっていう要素なくちゃ前に何も残んないよね。やばいね。ああ、ダメだわじゃあ。まあ、正直テレビに出てるライダーの方々もライダーっていう要素消えたとさ、もうどうでもいいけどね、みんな割と。まあね、やっぱ職業じゃないやつ厳しいよね。ああ、エグゼルとかまだ一応職業あったからさ、はいはい、医者っつって出てこられるけど、他何だか分かんない人だもんね。そうだね。ビーストは、ああ、だって何やってんのってキャンプ普通に考古学者でなんか話に関わってくるとかでもいいのにさ、特になかったもんね。やばい人だった。なんか外から見学してた人みたいな。ライダー役者といえば、ライダーの役やってた人が別のドラマに出た時に仮面ライダーなんとかだっていう人が鬱陶しいっていうのが一昔前までのあれだったけど、今別のドラマでその演じてた仮面ライダーにまつわることをやるようになってきてる。刑事のやつはね。そう、公式が、ライダー役時代のセリフ言わせてみたり、ライダー役時代の役に合ったものを画面にちらっとね。セントとかいい例だよね。あ、やってる。セント今ドラマ出てて、一回ベストマッチっていうカップラーメン食ってたし、あと先輩にこう携帯のスマホの画面見せて、ああ、アプリだらけなんだけど、うん、アプリ名が全部ビルドのフォーム名になってるって。なるほど。そのまんまじゃないんだよ。ああ、スマホ。なんか解釈してよく見たら全部それのことだみたいな。あ、狼って書いてあるみたいな。あ、そう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 。しかもね、あれでもスマホ狼とかそういうことね。ああ、ちゃんともうベストマッチの並びになる。ロケットパンダ的な何かとか。ああ、ベストマッチだ。ベストマッチ食ってたよ。ベストマッチさ、まあ、どっちつまんねえかな。ベストマッチかな。まあ、やっぱそうか。あー、アーマーはつまんなくはないんだよね。うん。何しろライダーにまつわるやつだからね。そう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 。ベストマッチだって色から被ってるもんね。そう。あれよくなかったよ。何を被せたのかっていう。赤と青なんかあったよね。あー。ローズコンピューター。
ター AI の派生もあんま覚えてないわ。あキリンサイクロン、クジラジェット、スマホウル、スマホウルフで生きてなんかスマホ的な技使うのかなみたいな。あスマホウルフって何人出たんだっけ。本編にもいたよ。本編にいたよ。でスマホの技使ってたよ。あ使ってた。アプリ飛ばす。あ飛ばすんだ。アプリで囲ってたような記憶もあるね。敵を。それは面白いね。あそれ面白いね。記憶にないけど。あとアプリから狼出てこなかったっていうか違うかな。なんかそんな色々それは面白い。あもっとやればよかった。なんかそこやっても面白くねえから、一回だから面白いんだよ、それ。多分。そうだね。一回正解だね。ああ仮面ライダースマホと。あー、でもファイズの前例があるからさ、ああ後々、なんのこっちゃってなりそうで。それも込みでだ。ね。仮面ライダースマホ、仮面ライダーポケベール。仮面ライダー携帯。仮面ライダー固定電話。ボブ最近さ、ああ頭の中で仮面ライダー名前は仮だけど、ああエレベーターを考えてて、はあ、エレベーターのさ、ああボタン今度よく見てみ、はあ、あの開くボタンと閉まるボタンのさ、あるね、あの三角で真ん中に縦線入ってんだけど、あれめっちゃ仮面ライダーの顔に見えるからね。なるほど。ボブだからあのオープンフォームとクローズフォームっていうのを考えてて、ああクローズフォームは防御力が高いわけよね。ああまあそうだろう。でオープンフォームは体のこうドアっぽいモールドが全部開いて、ああ戦みたいなやつ煙ブシュって出るんでしょ。そうそうそう、うん、でオープンモードは防御力下がるけども、うん、攻撃力が上がるみたいな、うん、あと能力使えると思う。ああそうだと思う。で仲間と会話するときあの電話のボタンを押すでしょ。あー電話の子供が真似すると良くないからそれ本編で使われないギミックかもしれない。ねボブのさエレベーター考えてて思ったのは子供が真似するっていうところなんだよね。子供エレベーターに乗る機会いっぱいあるだろう。そう出せないやつ思ってるのはベルトの 1,2,3 っていうボタンになってて、ゴーストドライバーが種になったみたいな。そうだねそうだね、うん、でなんかアイテムがあってこう1回2回3回に3つ刺してでなってんだろうね。1階から順番に使えるとか、うん、そういうやつを考えて、うん、高層ビルもフォーム強いだろう。だから高層ビルだとさ実際あのエレベーターも5段何階か省略してんじゃん。なるほどね、うん、そういう感じで60階フォームみたいな、3試合60のパワーが使えるさ。で電話ボタンは中間フォームかなって思ってはいたんだけど、問題はねさっき君も言ったけど子供真似するから電話ボタンダメかな。電話ボタン割と良くないよね。一番押しちゃまずいボタンだからね。あれ子供を押しちゃって一番ダメだからね。仮面ライダーポケベル、ポケベル、ポケベルはもう電話受け取るやつだからもうこっちから連絡しかできない。なるほど。ポケベルからは連絡できない。まあ、仮面ライダーが公衆電話とか固定電話と組めばいけるかもしれない。仮面ライダー電話っていう名前のそれフォームとかの方がいいかもしれない。そう仮面ライダー電話、仮面ライダー電話、ポケベルフォーム、仮面ライダーテレフォン、あそうだね、モールスフォーム、タイムフルートカレット、糸電話フォーム。糸電話フォーム最重要でしょ。ああ、弱体化した時になります。あじゃあでも敵が妨害電波っつってさ、ああ他のフォーム全部使えなくなった時にさ、ああ非常用は、そうそうそう、ああ強いね。仮面ライダー iPod、 なるほど。ウォークマンフォーム、まあ、仮面ライダー i か仮面ライダー pod な気がするけど、ああ iPod なのにウォークマンフォームって、はあはあ、カセットウォークマン、 CD ウォークマン、 MD ウォークマン、デジタルウォークマン、仮面ライダーブリッジ、うん、俺が世界を救う架け橋になるぜ、仮面ライダーブリッジ、ブリッジチェンジ、うん、ブリッジ、敵と合流するとき橋かけるから。なるほど、うん、橋かけて遠くにいる敵攻撃するよ、はあはあ、橋渡って。なるほど、何にも
広がらないライダーね。仮面ライダーブリッジ、仮面ライダー信号、信号白さるもんね。そうなんだよ、信号もなんかボタンとか子供があんまいじるのよくないからね。しかもさらに言うと赤青黄色にフォームチェンジするアクセルもいるしね。ああ仮面ライダーカードほうほう、仮面ライダーカー、あ、カー、そういうこと？ああ、車のライダーザ、ダメだ車のライダー、カメライダーカー、だってたった今さ、信号ワックスの話もしてたの。カメライダーカーズ、カメライダーカーズ、そのーもういつ出てきて、誰が、多分見た人全員ドライブじゃんっていう、ウィンウィンベルトの編集もウィンウィンって、はあ、はあ、カメライダーカーズ、なるほどね。ああ、そういうことね。ダメな方のネタのやつ。変身。勝てる仮面ライダー。カーズ。最近ベルト仮面ライダーっていう。言う。自分で。うん。いつからかな。レグゼイドかな。そうね。逆にビルドは仮面ライダーとは言わなかったもん。ああ、言わなかった。あ、今は仮面ライダー。あ、今は仮面ライダー。ポッタ。全てをタヌキ林に包め、仮面ライダーポンタ、タヌキでポンタって言ったらもうダメだけどね。仮面ライダータヌキどう？まあいないもんで、ね、タヌキもちろんタヌキネイリフォー、そうだったらタヌキネイリ技だよね多分。仮面ライダーあやかし的なやつのタヌキフォームとかで、タヌキフォーム、キツネフォーム、化け猫フォーム、ああ、その3つだな、バカすやつら。そうね。で、ライバル。バケネコ一番強いでしょ。バケネコどうだ？なんか、横並びな感じするけどね。バケネコが一番ちょっと人型になりそうだけど。あ、なるほど。うん。怨念とかこもってんじゃん、バケネコ。ああ。強いよ。まあ、キツネタヌキは確かに怨念とかじゃないもんね。うん。いたずらって感じだもん。ああ。でも、タヌキ、ブンブク、チャガマと考えるとする。ブンブク、チャガマもだし。うん。あの、カチカチ山もあっちゃう。カチカチ山だとあれやられてる方じゃなかった？ああ、でもババア汁にして殺すじゃん。あ、そんなんだっけ。ああ、そうだよ。え、カチカチ山はタヌキいた地位捕まんじゃん。うん。で、ババアがなんかお前タヌキ汁にして食っちゃうなっつって、うん、やってたらなんか許してくれよみたいなこと言って、うんうんうん、縄解いたらババア殺されて、あら、ババア汁にされてジジ食わされるんだよ、それ。うわ、知らなかった。そういう展開だから。そんなエグいことになってたっけ。ああ、テレビとかでやるようなやつだとやばいから多分カットになってるけど、そういう話だよあれ。うわ、汁にするって、なんか汁にしてジジに食わせるから、ね、食った後だよそれ、ババアだよっつって言ってた。あー、それはさ、タヌキもそれはみたいな、泥舟とかに沈められてもしょうがないよ。そうだね、そこまでやってちゃダメだ。今までだって逆に納得いってなかったもん、なんで殺すんだもん。今日だってね、ゴジラでもさ、ああ、詳しいだね、マイナー汁にされてたよ。されてたでしょ、まあ、幻覚だって。ああ、いや一瞬あれ、ま、ああマジかと思った。ああ、マジかよ、行くとこまで行ったな、俺幻覚でよかったよ、超生きてた。あれ一瞬、あれまさかこれ刻んで首だけ入れたとかそういうやつかと思って。ハローが生きてたのは奇跡に違いないぞ。あれさ、あれちょっと面白かったね、そこも。しばらく見ないうちに春多いって言わなくなったし。ああ、そうだね。春多い。俺たち生きてたっていうことは、これは神のおもしめしに違いないぞ。だから救いだ。よう死んだんだ。天罰だ。ああ、あれのちょっとこの愉快だなっていう面白かった。ああ、もうみんな神頼みになっちゃったね。割と生きてたよね。ああ、結構生き残っててびっくりした最後。だからみんな死んないわと思ってたからさ。なるほどね。首もがれて。ああ、だってあそこに行かなかった人たちじゃない、あれ。あ、行かなかった人は生き残ってるんだと思うんだけど。うん。結構行かなかったやついたんだなと思って。ああ、そういうことね、そういうことね。うん。あの、なんか、なんだっけ。なんか肉かかってワイみたいなのやってるやつ。ああ。あいつが一番印象に残ったね、今回。あ、食ってたやつ。肉つまんで、エビフライみたいなやつなんで、わーいみたいな。ボブさ、多分あれさ、あの村の木の実じゃないかって思ってんだよ。
君がエビフライ釣ってるやつ。エビフライでつまんでたやつね。あれ多分木の実だぞ。ああ。キノコ的な。ああ。まあ多分エビ食わないもんなやつな。ああ。多分肉あんま食わないもんなやつな。そうだね。主に。エビフライ。まない。でフライにする技術ないでしょ。武器の上に植物が生い茂りみたいな、あの辺のシーンの当然もせやばかった ね。あ、これで終わりかみたいな。あ、終わんなくてよかった。いや、メトフィエスがなんかこう死んだ時に春を悲しんでたのさ。あ、悲しんでた。あそこまで行って悲しみがねっていう。 あの後に及んで全敗のせいだったっていう、ね、ネタバラシの後だね。まあ、それでも春をにとってはメトフィエスは友達だったんだな。あ、そこだね。まあ、怨念が人類いる限りダメです。まだ見てみよう。死にます。終わり。あれさ、メトフィエスさ、いつ両目潰れた？まあなんか儀式の時に潰したんでしょ。まあ、片目はまず。片目は自分でやったんだよね。その後はまあなんかテンション下がったんで、ハルオがなんかやってテンション下がって血吹き出しちゃったんで。あれかな、ハルオがやったのかメトフィエスが自分でもう片方もやったのか次第では見方変わってくる。ああ、北斗の拳ナイスみたいな。ああ、シューみたいな。もしくはワムーンみたいな。ギルサルドもまあ雑に死んだしな。だけでもうあの人類やらかすからついでにお前も消滅しろっていう感じ。一緒に死のう、うん、まあ、死のうっていうかもう実質死んでるんだろうけど、うん、蘇るんだったらなんか蘇るもんだと思ってた。いや、僕最後のさ、あのナノメタルをあれなことに成功したってあのおっさんが言った時にさ、なんかパーツみたいになって生きてんじゃねえかみたいな。あのっていうと、あともしくは逆に分かるかっつった時に、あの結局実際はあのバルチャーこれもう一回動かせるぞってことだったけど、どうあの分かるか、つまり優子を生き返らせることができるぞって話だと思った。一瞬あの一応マシの博士最後にやらかしそうになるっていう。ねで後々やらかしたかもしれないじゃない。ああ、そうです。やらかすだろあれ。ねえ、うん、正直あの場のやつ全員死ぬぐらいしないとやらかすよね。文明を知った人たちは残ってるわけだからね。なんか博士のなんか途中すごい面白い喋り方してたとこあったと思うね。面白い喋り方だっけな。なんか途中ちょうど面白い喋りになってた。あー、あのあれか、キングギドラできてどうにかなってるあたりみたいな、ちょっと面白い感じになってた。分かったぞみたいな、うん、あと多分なんだろうけど、あれキングギドラって言っちゃダメなんだろうね。あー、ギドラだろうね。オータルキドラって言ってたけど、まあ、攻めてものってことだろうね。ああ、キングであるところのキドラだし。そうそうそう。やっぱりまああれだね、ちゃんとしたメガゴジラとモスラ出ねればもうちょっと点数上がったかもしれない。やっぱり世間的にもそうだよね。世間的にも満足度的にはやっぱり、ああ、キングキドラまああれでいいとして、うん、さ、シルエットだ、あれ別に役割同じでもさ、普通に全身見せちゃってよかったんじゃないの。確かにね、うん、そこまではシルエットまで見せちゃってる時点で逆に出ないことがちょっとがっかりになっちゃう。なんか用意できなかったのかな、うん、あれぐらいが限界だったのかな、うん、別にイメージ映像でもいいからやっぱ出せばよかったと思うんだよ。ああ。いや、でも戦わない時点でダメか。CG のモデル作る、ああ、でかいしね。うん、めんどくさかった。影だったらね、だって、ああ形だけ作っといたらさ。メガゴジラ出なかったのに面白かったの、なかなかだね。あれで出てればさらに点数上がっただろう。そうだね。ゴジ
感じだったら一番良かったね。そうだね、メカゴジラとまず出てきて一回戦い合って、メガゴジラをさらに強くするんだみたいな感じになって、あの展開になる。基地モードに。ああ、ダイナソーラーストームみたいな。ああ同じだよね。同じやつだよ。ギガストーム。ダイナソーラーとギガストームっていう。ああ似て、似てってか同じだよ。同じものだよ。で、どっちも別の名前出すってなかなか。あれ、10年以上経って同じやつ出すってすごいね、トランスフォーマー。ああ。ギガストーム。だって、ボブはそのギガストーム世代だから、あれあった時になんかすごい浮いてんなと思った。デザインそうだね、浮いてたよ確かに。ああロボになんでしょあれ、昔のそういうあれと同じだって知らなかったから、ね、ああギガストーン持ってる人いたな当時。結構あれ人気あったと思うよ。ああボブだってギガストーン持ってたよ。ああでかいからあれ充実感ある。ああ歩くし、ああ歩くしセカンドのやつ、だいたい流用だもんね。なんだっけ、キングポセイドンもあんじゃん。あ、そうなんだ。ポートネプチュー。あ、なるほど。なんだっけ、フォートレスマキシマスも、うん、カーロボットに似たようなやつで。あー、なるほど。うん、クソでかいやつ。はあはあ、まあ、アニメとかまたやんねえのかな。ああ日本でやんねえのかな。まあやったけどね、GO とか、アニメーテッド。ああアニメーテッド、まあ海外で作ったやつ日本でやるパターン。ああとか完全に日本で作るパターンのやつね。ああビーストボス UMAX やるやつ。UMAX2 作る。でもどうだ、2作ろうにも我々すでにミクールやったからね。あれ、ああミクールってこうやってやるね。ああ前回なんだっけ、あの動物対未確認生物だったから。そうだね、また変えてくるでしょあれのシリーズのやつは。ああ、ああ敵味方逆転するパターンとかもあるの、トランスフォーマーモチーフが。ああビーストボスセガンだって敵が飛行機とかだった。そうだね最初敵にウサギとかそういうファンシーな動物作るとか。なるほど、ありだよね、まあ、当然顔とか凶悪になってるんだけど。ああああ凶悪なウサギのおもちゃ頭に浮かぶものとか。敵は小動物。なるほど。味方が、まあ、中期みたいな。なるほど、うん、まあでもそれちょっとカーロボットとかぶってくる。味方が全部爬虫類とかね。ああなるほどね、うん、全部爬虫類。アギトコンボイと。アギトコンボイ、うん、ワニのコンボイ。なるほど、うん、あ面白いそれ。やっぱワニの口ガーって開いてこう真っ二つっていうか、まあ、その縦に縦にっていうか上部分と下部分でバカって割れて顔出てくるでしょ。ああああああメガリゲーターみたいな感じで。なるほどね、うん、ひたすらの時やっぱ顔戻してガーって砕くって敵を。アギトコンボイ。アギトコンボイいいね。いやなんかヘビの。スネースネークルスト。ほうほう。スネークルスト。まあ、変形難しいよねヘビは。ヘビ系のやつでだってギガのドラゴンがあるからさ。あ同じこと思ってたね。あれになっちゃうと良くないんだ。ああああああ。あれはもうなんかオリザナの感じでやってたら丸めてやるみたいな。オリザナのとなんか同じになりそうだよ。おもちゃ的に。トグロ曲がせるみたいな。なるほど。あそれ面白い。どうやったらトグロ任せでかっこいいロボになるのか分かんないけど。なんだろうな、頭には浮かんでは来ないよね。なんかこうマント的な感じで無理やり処理する方向にしか浮かばないもん。ヘビで一番うまかったのあれだもんな、あのビーストボスネオの。ネオの あれよかったね。コラーとね。
そう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 。あれになっちゃうもんね、絶対。あれコブラだったよ。なんかイタチみたいななんかいる。猫かな？猫だね。うん。まあ岐阜でイタチいたよね。ああ。ヘビだけじゃなくてヘビと何か合体するだろう。あ、僕もちょっとそれ思ったんだよ。トランスフォーマー斬新なおもちゃめっちゃ出すから、うん、動物モチーフじゃなくて動物となんか全部混ざってるとかね、うん、爬虫類ってあの何？爬虫類なんでもいいけどね。トカゲとか。トカゲとか虫とか、うん、虫とかもあるよ、うん、ヘビとクワガタムシとカメド。なるほど。カメだけど、あ、動物を混ぜるってね。ああ、そうだね。まあ、カメとヘビはよく混ぜられるよね。あの神話とかでも。ああ、甲羅の空洞の手の部分にヘビの体通して、うん、真ん中その頭の部分に頭の飾りとして、あのコブラの耳のミョーンってなってる部分がそのファラオみたいな感じ。あ、なるほどね。それがまあ上半身で、下半身がコモドオオトカゲ。ほう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 。コモドオオトカゲとカメレオンみたいな。なるほど。それで五十合体。五十でいいのか。四十じゃない？四十。カメ、ヘビ、カメレオン、コモドオオトカゲ。四十合体。だって。あ、クワガタはどっかに来ます。あ、クワガタ腕。なるほど。真っ二つに割れてヘビのその尻尾部分にくっついてる。尻尾と頭にくっついれば両腕か。両腕。五十合体。サバンナキング。サバンナキング。なんかサバンナにいない動物なんかね、ばっかりジャングル、ジャングルゴッド、ゴッドジャングラー、ゴッドジャングラー、うん、まあそれぞれ単体でもロボになるから、うんうん、これでまあメンバー6人でしょ。そうだ、ね、サイバトロンが奇跡のデスラミラーか。ははウサギのやつです。はい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 、はい、うん、デスラミラーと色青いよ、デスラミラー。ほう、青いウサギ、デスラミラー。青いウサギって曲なかったっけ。あるね、青いウサギ、デスラミラーっていう第4話のタイトル。はあ、はあ、はあ、うん、どうかで、私がデスラミラーだよ。あ、そんな喋り方だったの。この反射衛星法やつをやるのはやめてくれないか。あ、そういう声ね。ああ、デスラビラ。あ、はあ、そういうことね。デスラビラ。はあ、気づかなかった。デスラ。デスラビラ。名前にデスラって入ってんだね。ああ、パンダークネス。はあ、はあ、パンダークネスはピンクと黒とパンダで。なるほど。そう。ほら、ピンクと黒か。パンダピンクじゃん。ああ、でも。あれだよね、大体パンダってさ、うん、黒の方に色つけるじゃんさ、うん、ピンクと黒でしょ、うん、ピンクと黒。結構ショッキングだぞ、見た目、うん、でも現実のパンダはピンクと黒だからさ。そうかい。あの、なんか子供のパンダとかテレビに出るけどさ、ピンクじゃん、あれピンクだよね、うん、そういうことだよ。でもピンクに黒が入ってる。ピンクに黒入ってる。ピングダークネス。あれ違う。ピングダークネス。それペンギンっぽくなったよ。パンダークネス。パンダークネス。パンダっつってもあれクマだから強いと思うよ、多分。そうだよね。あれどういう変形すんだ、あれ。中身に出てくるみたいな。ああ、なるほど。あの、ビーストウォーズでありがちな、あの、骨とかのものだってやつ。胴体部分全部背中あたりに回すやつ。はあはあはあ。パンダのにすごい細身になるってこと。なるほど。変形したら。パ
パンダといえばパワータイプのイメージが。パンダのやつ UMAX 一気にいたけどね、そういえば。ああ、まあカメレオンもいたから。そうだ。うん。多少被るよ、それ。カメレオン、だって、出してなくないかい？あ、いなかったっけ？いない、いない、いない。サイバートロン側に。いなかった。いないか。うん。あ、そっか。いると思ってた。いると思った上で被ってた。あ、そういうことか。うん、まあ、パンダいてもいいでしょ。なるほどね。まあ、パンダークです。パンダ名前なんだっけ、ね、名前覚えてないんだよ、うん。一緒に登場したタイルアッパーとか覚えてんだけど、うん、ヤモリの。パンダークです。パンダはさ、コアラか、次。はあ、はあ、このトリオで来るからいいんだよ。なるほど。パンダウサギコアラ。あれ、何がパンダウサギコアラなんだろうね。今、突然思い出したけど。あー。あ、もう歌何？パンダウサギコアラって呼ぶのね。パンダウサギコアラ。なんだ？なんだ、あのおちゃん。あれ、なんか繋がりなかった？パンダウサギコアラ。あれ、しりとりでもないもんね。ああ。言われてみたら。なんか、病院でなんか、記憶とか試すようなやつみたいな。はー。何パンダウサギコアラ。しかも歌詞パンダウサギコアラしかないよね、あれ。そうだね。パンダウサギコアラ。何考えて作ったんだろう。パンダウサギか。怖いね。何だろうさ。で、何を思って作ったんだって言われた瞬間ちょっと怖いね、これ。意味わかんねえな。うん。意味わかんねえけど、昔普通に好きだって言われる。そうなんだ。うん。普通に。聞いてたよ、お母さんと一緒だね。あー。何もすごいバカにされてる気分になってきたな、その歌。パンダウサギコアラって言われてもパンダウサギコアラテッテレ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 ッテッテッテパンダウサギコアラ。なんだろうね、それなんどこで、まあ、こんなんばっかりな気がするけどね、思い出せばきっと。あー、いろいろあったと思うけど、うん、なかなか思い出せないな。コアライトニング、コアライトニング、うん、黄色いコアラの。なるほど。コアライトニング、稲光狩りのコアラだなっつって。肩にコアラの頭来るパターンだよ。なるほど。ライオンコンパみたいな、木で、木を模した剣だったら。なるほど、うん、コアライトニング、パンターグです。ラビ、あ、デスラビット、デスラビットか、デスラビット。で、敵何取ろうかな。テラトロいたもんね。いたね。ピコトロンどう？あ、ピコトロン。うん、ピコ。小さくなる。ピコ単位に小さくなる。ピコって単位あったっけか。うん。ナノの下とかその辺も。ナノの下ピコだっけ？その辺じゃない？知らなかった。ピコとの。ピコってだからパソコン、あの、ゲームのさ、ピコもそういうことだと思うよ。あ、パソコンよりはるかに容量の小さい。っていう、まあ、あの、子供向けのやつだから、あ、小さな子供向け的な意味だと思った。あ、ピコってそうなんだ。ああ、ピコとの。ピコとも最初姿表さない。うんうんうん。それ小さいからなんだよね。あれじゃないか、なんかそれで配列の話っていう風になるとさ、ああ、なんかそれはそれであれなんじゃない？ギガトロンとかいるし、ギガトロンじゃないな、ガルバトロンとかいるし、そうそうそう、前田トロン、前田トロン、ヨーカトロンとか、ああ、マルハトロン、急にバトロンっていうの出てくるんだと、はあはあ、もう何も関係ない、なるほど、バトロン、バトロン、バトロンに他のやつ合体して何バトロンになるってこと、あ、それいいね、ああ、斬新だね、ああ、コアバトロンとか。はあはあ、パンバトロンとか、あ、バトロンっていうのがもうあって、そうだね、それは面白いかもしれない、ヘッドマスター的な、まあ、もっとでかいやつだと思うけど、ルパンカイザーでいうところの、グッドクルーストライカーみたいな、グッドストライカーみたいな感じ、グッドストライカーみたいなのがバトロンで、うん、バトロンで、なんていうの、トリガーマシンとかダイヤルファイター式にそれにこうガシャンって上にくっつく、あれの頭と両手を兼ねてるバージョンが核戦士って言おうとすると面白いかもしれない。バトロン、バトロン、そんなトランスフォーマービーストウォーズバトロン、バトロン、ビーストウォーズ、ビーストバトロン
あシートもあるしね、はあはあ、最終回さらばアギトコンポ、アギトコンポ死ぬって、はあ、顎下がれて、なるほど、最強のゴリラの戦士に、はあ、顎下がれてゴリラコンボイって言うのあいつじゃん、ああ、ゴリラコンボイ間違いないもん、コングコンボイ、コングコンボイ、コングボイ、コングボイ、コングコンボイ、もうでっかい腕に変形するコングコンボイ、はいはいはい、マジンガーのあれみたいに、なるほどね、ああ、でドラミングして地球割るって言うの、ああ、なるほど、地球っていうかまあその今回の戦いの舞台の星を割って爆発して終わり、やばいねそれ、で次のシリーズになるから、はあ、次はデスタロン側にコンボイがいるっていう、あ、なるほど、新しいパターンになる、新しい新司令官エクストリームスカイパーズが出てくる、はあ、エクストリームスカイパーズ長いな、エクスカリザーズ、エクスカリザーになっちゃう、トライパレスが出てきて、サイバトの新司令がトライパレスが出てきて、はいはいはい、3つの変形するんだよ、なるほど、トライだから、まあ、まず基地モードね、はいはいはい、パレスだから基地モード、まあ、でもその後ロボット動物じゃない残り、まあ、ロボットモードあって、うん、で、動物はね、ミミズクになる、ほう、トライパレス、トライパレス、新司令官トライパレス、お前たちは5人が集まって1つのロボットになっているようだが、私が1人で3つの形態になれるんだ、なんだあの偉そうな新司令官は、いけすかねえぜ、最初は燃える、はあ、でもトライパレスもそういうちょっと厳しいちょっと調子こいてるけども、はあはあ、実は強い、なるほど、ね、影で努力してる、はあはあ、それでまあ、 アギトコンボイの後を継いだトライパレスをみんな受け入れていくのでありましたみたいな、なるほど、ああ、アギトコンボイどうなるんだろうね、蘇るのね、まあ顎下がれて死んだって聞かされるとね、コングコンボイ顎下がれて、はあ、爆発したんだけど、スパークは残ってるから、なるほど、ああ、スパーク残っててコングコンボイと合体するぞ、ああ、あの敵だったコングコンボイが一旦まず体を乗っ取って復活するんだけど、うん、まあ、まだ戻ってで、なんかコングコンボイがバトロンにやられて、ほうほう、マンモスマンみたいな感じで裏切られて死んで、死ぬ時に俺の体を使うんだアギトコンボイつって、それでスパーク合体して新しいコンボイ復活する、なるほどね、うん、それもビーストコンボイじゃないかっていう問題はあるけど、まあ、ゴリラからさらにパワーアップする、なるほどね、ゴリラを超えるやつというともう何ですかね、ゴリラを超えるやつか、ユニコーンとか、はあ、はあはあ、あ、グリフォンとか、グリフォン、うん、ゼウスになるとか、なるほど、うん、ゼウスになったらすごいつまんないよね、変形もクソもないし、まあね、うん、ゴリラ超えるの難しいね、だそれライオンぐらいしか浮かばないもんああ、あれだ、飛行機、はあ、飛行機になる、あのゴリラ飛べないじゃん、そうだね、あ、そこを踏まえてパワーアップするっていう、ビーストコンボイ飛んでたよね、飛んでたね、飛んでたあいつ飛ぶからね、飛んでたわあいつ、パワードコンボイも飛ぶし、はあ、ビーストもクソもないって、そうだね、ああ、ジェットコンボイ、ジェットコンボイってなんかあった気がするんだ、
ジャンボコンボイ。ジャンボコンボイ。ジャンボコンボイ。トライパレスどうなんだね、そうなると。お役御免っぽいよね。ちょっとね。トライパレスは宇宙に旅立つか。もしくは、グッドストライカーに対する、あの、ジャックポットストライカー的な。両方いるみたいな。司令官が。でも司令官2人いるとめんどくせえよね。まあ、どっちかがなんか総司令官的ななんかさ、上の長官みたいなのなんだね。そうだね。きっと。でもトライパレスが長官になられても嫌だよね、途中から入ってきちゃったそうね。じゃあジャンボコンボが長官としてたまに出てくる感じになるのかな。なるほど。トライパレス？トライパレス。あ、違う、トライパレスじゃなくて、あ、わかんなくなったな。トライパレスか、違うトライパレスじゃ。あれさっきまで何だっけ、トライパレスじゃない方のやつ。コングコンボイじゃないやつ。アギトコンボイ。あれ、グッドストライカーポジションの。コングコンボイ。あ、いや、違うよ。そんなやつ、ああ、そんなやついたっけ。あれあれあれ、バトロン。あ、バトロンね。敵の。バトロン敵だって。バトロン敵だよ。あれ、バトロン味方じゃん。バトロンは、デストロンの、ボスだよ。それでコアラとかあったりするんだよ。あ、そうか。そうだよ。なるほどね。うん。バトロン。あ、バトロン敵か。うん。だから敵も味方も、バトロンあるのかなと。あ、なるほど。あ、それも面白いね。バトロン。あ、そっか、バトロン敵のボスか。バトロンは、メガトロン的なやつ。なるほどね。バトロン。で、こっちがトライ。トライパレス。パレスか。あいつらがいる。あ、トライパレスとバトロンって発想はちょっと面白いな、これ。うん。トライパレス。おぉ。トライパレス、基地モード。トライパレス、やっぱ、取ってつけたような急なやつなのがさ、ちょっとインパクトある。そうだね。トライパレス。なんか、基地モード、ローモード。ゼウス。ミミズクで。あ、そうそう、ゼウスはつまんないって。そう、ゼウスはボツになってコンボイでもなんでもないやつ。トライパレス。トライパレス。よし、よし。ね、まあ、ちょっと47分ということでね。皆さんまた会いましょう。さよなら。